以前この対談でもご紹介した市民参加でまちづくり協議会、通称まちこえですが、市長、このまちこえの皆さんの活動に大きな動きがあったようですね。そうですね、7月8日土曜日にですね、最終報告会というのがあって、こういう分厚い提案書を私いただきました。未来のまちづくりアイデア集ということで、7つの分科会、23のグループから、さまざまな提案が、市の方に届けられたということでございます。すごい分厚いですよね。そうですね、はい、このまちこえってどんな団体なのか改めて教えていただけますか。はい、三鷹市で今基本構想の改定と 第5次ですね、はい、基本計画の改定というのをやってるんですけれども、それを策定するにあたって市民参加でまず皆さんのご意見をいろいろ聞きながら計画案を作っていくということになってます。で、構想の基本構想の方はそれで一応のこう形ができるとですね、議会の方に提案をされて、議会の方で議論をしていただいて確定するということになってまして、で、基本計画の方は市の行政の計画として独自に改定されて動いていくということになります。ただ市のその案がまとまるまでですね、はい、こういう形で一生懸命まとめていただきましたから、そのご提案がどういうふうに反映されているのか、あるいは反映できなかったかのかということについて、キャッチボールをこうすることになっていますから、市民参加をいただいた皆さんとですね、さらに議論自体は続いていくというふうに思っています。そういった市民の声を集めるためにまちこえの皆さんってどんな活動をされてたんですか。それが今回の市民参加の大きな特徴なんですけれども、ご自分たちのいろんなご意見をですね、もちろんそのグループごとに意見を集約することをしているわけですけれども、それをさらに周辺の市民の皆さんにご意見を伺うという、そういう作業をしているんですよね。専門的な人たちにはヒアリングという形で、あるいは一般の市民の人にさらにワークショップという形で自分たちの意見についてどういうふうに思うかということを聞いてますし、それからいろんなイベントとかそういうことを通してシールアンケートっていうんですけどもね、賛成ですか反対ですかみたいなことをさらに受けたまわる、そういうことを本当に地道にされているんですよ。そういう人たちを入れてこの会が発足するときに、私は半分冗談半分本気みたいな感じで、1万人の市民参加を目指してくださいって言ったんですけれども、はい、いや本当に文字通り真剣に1万件以上の意見ご意見を聞いていただいてアンケートを取ってこられたんです、ね、ですから、はい、この政策提案集というのは、まさにその結実結晶であると思ってますし、これと別に資料集ってあるんですよね。もう全部集めるとこのぐらいの厚さがあるような、昔の言葉で言うともう今死語だと思いますけども、電話帳みたいなね。いや、すごい厚みですよね。広、はい、辞苑とも言いますけども、そのぐらいの厚みがある、作業をして、この提案に、行き着いているということだと思いますので、我々行政の側の人間としても、それらをしっかり受け止めて、単純に罰か丸かじゃなくてですね、その間の、ところでどういうふうにすれば実現できるか、あるいはできないとしてもどういう理由があってダメなのかということを、しっかりとお返ししていかないと、まさにボランティアでね、これだけのことやっていただいてますんで、それに対しての、お答えに、理屈上の問題だけじゃなくて気持ちとしても私は、お答えしてことしたことになってないと思いますので、しっかりとこれから行政の中で議論をしていかなければいけないなというふうに思ってます。はい、まちこえの皆さんの情熱が詰まったこの一冊ですが、この内容はどこかで見ることでできるんですか。ホームページで、まちこえのホームページありますので、はい、そこで詳細っていうか、全て載っていますので、ぜひご覧いただきたいなというふうに思ってます。ぜひチェックしてみたいと思います。そうですね、はい、はい、面白い提案もあるし、これは市役所困るだろうなというのもあるし、もう法律的に難しいんじゃないかとかね、そういうこともありますけれども、そういうことも含めて、提案をしていただいてますので、まさにこう入り口でノーとかいう話じゃなくて、
なんでダメか、こういうふうにすればできるんじゃないかというようなことを、しっかりとして我々としても受け止めて頑張りたいというふうに思ってます、はい、はい、皆さんの提案がどんなふうに市政に生きていくのか、ぜひ拝見していきたいと思います。はい、はい、そうですね、あの町を作っていくのは行政だけではありませんので、皆さんもご一緒にそういう意見を通して、またその実行するための汗かく場面でもご一緒にできることもたくさんありますから、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい。